エクスプローラードリームはドリームクルーズが運行しているクルーズ客船。かつての船名はスーパースターバーゴ。スーパースターレオ級の2番船として1999年8月2日ドイツのマイヤーベルフトで竣工。戦火は3億5000万ドル。8月27日から29日に就航記念のマラッカ海峡クルーズを行い。 9月4日よりシンガポール起点の南シナ海クルーズに就航した。以降、南シナ海クルーズとマラッカ海峡クルーズを交互に実施。2003年4月から7月までの間は、東南アジアに拡大した SARS の影響を避けるため、拠点をシンガポールからオーストラリアに移し、パース起点のクルーズを行った。2019年2月にスタークルーズでの運航を終了し、 5600万ベイドルを投じ、上級客室エリア、パレスやレストランの増設を含む、改装の上同年4月より、スタークルーズと同じく現金香港参加のドリームクルーズにて、エクスプローラードリームとして再就、最終航2020年7月23日から8月9日に、かけては2020年東京オリンピックに合わせ、川崎港にて、 ホテルシップとしての運営を予定していたが、交渉がまとまらず2019年11月に断念となった。ありがとうございます。